これはもう35年前の作品でございまして、これはもう世界中の皆さんがご存知の東流の舞という神箔でございます。はい、ただ一つ自慢できるのは、私がこの木を作った時にこの鉢へ植えて、それ以来一度も植え替えて してないんですよ。はい、それでもちゃんと元気に育っております。Thank you.